昭和40年台風第23.2425号は1965年9月に日本に上陸あるいは接近して大きな被害を相次いで出した3つの台風である。新緑9月6日に沖ノ鳥島の東海上で発生した台風23号は勢力を強めながら北上して10日の8時頃に高知県秋市付近に上陸した。 最盛期の中心気圧は940ミリバールであったが上陸時もその勢力を維持したままであり上陸時の中心気圧としては1991年の台風19号等と共に統計開始以降5番目に低いものであった23号は上陸後もあまり勢力が衰えることなく近畿地方を縦断して日本海へ進み10日23時頃に 北海道お島半島南部に再上陸した後に消滅した。この台風は風による影響が大きかったことから、風台風に該当し、台風が通過した地域では、暴風が吹き、高知県室戸市の室戸岬で、最大風速秒速69.8メートル、徳島県徳島市で、秒速35.8メートル、兵庫県洲本市で、 秒速38.8メートルが観測され、各地で家屋の倒壊をはじめ、農作物への被害や大雨や高潮による浸水等が発生した。さらに、室戸岬で記録された最大風速秒速69.8メートルは台風として日本の観測史上最も強い最大風速であったことに加え、 同じ地点での最大瞬間風速秒速77.1メートルも史上5位となっている。速気破損のため推定地震度図台風23号通過後の9月11日に沖ノ鳥島の南西海上で台風24号が発生し発達しながら北上。最盛期には中心気圧935ミリバールを記録した。十四号は沖縄の南海上から 北北東に進んで17日21時頃に三重県大大崎付近に上陸した。その後は東日本、北日本を縦断して18日15時に北海道知床半島付近で温帯低気圧に変わった。台風の影響で四国、近畿、東海、関東では最大瞬間風速30秒速45メートルを記録した。一方で、 台風が北緯20度を超えた13日の昼頃から本州の南にあった前線が北上したため、その前線が台風に刺激され、13日夕方から台風の通り過ぎる18日にかけて各地で大雨が降り続いた。期間降水量は四国、紀伊半島、中部地方の山岳部では一部で1000ミリメートルを超えた。 台風23号の通過直後でもあったため、大雨による浸水被害や土砂災害など、より大きな被害が見られた。この台風による浸水被害は25万1820件に達し、1951年の統計開始以降で6番目の多さとなった。新緑9月14日にグアム島の東海上で台風25号が発生し、北上して日本に接近。 16日から17日にかけて、伊豆諸島と東日本の東海上を通過した。しかし、上陸はしなかった。消防白書によると、これらの台風による総合的な被害は、死者153人、行方不明者28人、負傷者1206人に達した。また、重火前回1879頭、半壊3529頭、 床上浸水46,183棟、床下浸水258,239棟となった。ありがとうございます。